実験大好き MNF です。今回の話題はアイコム新製品匂わせ発表、製品のデザインは性能面はどうなったのか非常に気になると思います。フラッグシップ根性の見せ所だと思います。過去の事例からいろいろと妄想させていただきました。まあ今回のこの情報ある程度過去の経験には基づいているんですけどね、 90% はね私の妄想が含まれていると思います。ぜひともねお笑いっていうことでね軽いスタイルで見ていただければと思います。なぜ基板のみ発表。フラッグシップ機っていうのはねどのような段階で発売されているのか、まあ私のね半分ぐらい好きなねデジカメ業界を例にちょっとだけ考えてみました。まず何でもそうですけどデジカメ発売された時っていうのはだいたいこの中級クラスぐらいのところにねまあそれなりの機種を投入するっていうんですか、でその後に普及価格帯っていうことでねたくさん売れそうな機械をゴンと入れると、で一通りね全てが固まってきましたらね、まあ高級機種っていうことで、まあまさにこのフラッグシップですよね。メーカーさんのその時代をね象徴しているようなねすごい機械っていうのがね発売される傾向、これはねデジカメ業界を含めてねいろんな業界でもねこのような順序で新しい技術を投入した機械っていうのがね発売されている傾向だと思います。この順序で考えていきますと、まさにこの SDR のね今回まあ技術がだいぶ成熟したと、まあ当然こういうのは成熟してもキリはないと思うんですけどね、多分そのメーカーさんとしてはね一つの段階に達したっていうんですか、まさに最終段階に達したっていうことでねフラッグシップ機が登場するんじゃないかなと思います。逆に言いましたらねこのフラッグシップ機っていうのはね見た目もそうなんですけどねどれだけすごい回路を実装してるのかどんだけ性能がいいのかっていうのをねまあ競い合う傾向はね間違いなくねフラッグシップ機ですあると思います。残念ながらねアマチュア無線業界におきましても SDR の技術っていうのはね海外メーカーが結構先に行ってるっていうんですか、まあ中華メーカーさんはね比較的安価なクラスにすごいものを投入してると、アメリカとかロシアとかね、まあ、ヨーロッパの方はね高級な機種にね SDR に特化した無線機を出してるメーカーさんがちらほらあると。 SDR につきましてはね海外勢がね非常に強力な陣営をね組んでると思います。当然ねこういうすごい機械作りますとね裸の状態ではちょっとまずいっていうんですか、当然基板を入れるためのね、まあケースとかパネルこういうもんも考えていかないとね、当然中身がすごいって言ってもね外側も結構ね日本人は重要視すると思います。パネル面どうなる、パネル面どうなる問題っていうのはね、まあ今回の発表の方法でもね司会だと思うんですけどね、まあそれでもやっぱりこの SDR の技術っていうのはねあらゆる面でもねソフトが結構重要視されているというんですか、ハードにつきましてはね使ってる半導体が大体どのメーカーさんも近いものっていうよりもたくさん選べないっていうんですか、まず一から内作で作ることはまず不可能だと思いますからね、市販の数少ない使えそうなチップをね各メーカーさんが採用してますからね、どうしてもチップの差はね極端に出せない、ソフトの差がね中心になることがね多いと思います。実際この傾向ってね海外のメーカーさん顕著に出てると思います。無線機がねもう鉄の箱と化してると、パネルがないんですよ。パネルがない無線機っていうのがね特にこの SDR の中級クラス以上でね結構売られてると思います。何を言いましてもね一番有名なのがアメリカのフレックスレディオさん、発売当時からケースのないモデルっていうんですか、このようなのっぺらぼうのね無線機出されてたメーカーさんです。 SDR はねこのようなスタイルがね基本となりつつあると思います。操作につきましてはねパソコンに専用のソフトを入れてね操作すると、さすがのフレックスレディオさんもね最近ではオプションでねパネル選べるようになっております。こういうパネル、まあこれがねかっこいいのか悪いのかっていうのはねまあいろんなね考え方あると思うんですけどね、作りは結構しっかりしてると。でちなみになんですけどねこのパネルだけなんぼすると思いますか、およそですけどね20万円ぐらいすると。まあ詳しくはねちょっとよく見ていただいたらわかると思うんですけどね、こんなパネルだけでも20万すると、ということはいかにねアイコムさんの無線機が安いというか、パネルだけで20万ですからね、ソフトでね対応してしまった方がねコストは大幅にね安くなるというのはメーカーさん自身がね指し示してると思うんですけどね、まあそれでも使い勝手を考えるとねこのようなパネルがね欲しくなるのが人情だと思います。最終的にはねこういう一体型もね現在発売されております。使い勝手とか置き場所のことを考えますとねこういう一体型もバカにできないっていうのもね、まあ、フレックスレディオさんも分かってきたっていうんですか、ハム .jp さんが取材されましたね発表会の写真をちら見させていただきましたらボリュームの数がね
合計4つだけっていうことはまあないと思うんですよ。あくまでも1つの目安っていうことでね、ここで出品されてると思うんですけどね、まあ、それでもボリュームがあるっていうことは一体型だと私は思うんですよ。でパネルを見せないっていうところがね、まあ、やっぱり皆さん気になるっていうんですか、パネルを見せないっていうことはね、過去の経験からいきますとね、前と一緒を流用する可能性も高いと。先代の無線機 IC7650 ですね、そのままね使ってくるんじゃないかなと。創立50周年ですよね、10年前にもね実績があります。その当時はね DSP 技術をね活用した最高傑作 IC7850 がね発売されました。こちらがね IC7850 限定生産モデルですよね。この下の方が量産機種っていうことで7851、性能はね全く一緒と聞いております。今回は DSP じゃなくて SDR の現時点での最高傑作を目指していると思います。こうなりますとね SDR のね AD コンバーターがね高性能化するんじゃないかなと、ここをはっきり明記してくるんじゃないかなと思っております。今まで売られてるアイコムさんの無線機ってね、このビット数ははっきり書かれてはないんですけどね、中を開けた方々の情報によりますとね14ビットを使っていると。それを多分今回のフラッグシップ機はね16ビットを使ってくるんじゃないかなと。これでね理論上はね高性能化できると思います。高性能化の手法って何パターンかあるようなんですけどね、すでに八重洲無線さんの方は FT710 という普及価格の無線機で14ビットのねコンバーターなんですけどね、2個使って高性能にした事例っていうのをね発表されております。実際詳しいことはねこっちの方の動画で紹介してるんですけどね、まあこの普及価格にね新しい技術を持ち込んでくるっていうのはね八重洲さんのすごいところじゃないかなと思います。当初は FDDX をねローコスト版だと思ったんですけどね、この FT710 回路構成はねまさに画期的だったと思います。世界的にはね最高級って言われる無線機16ビットを載せているのがもう当たり前になっております。フレックスレディオさんホームページ見ていただきましたね、この辺に記載されております。しっかりとねダイレクトサンプリング16ビットと隠してないんですよ。日本メーカーさんはねこの辺はっきり書いてないんですけどね、フレックスレディオさんはね書いてると。この辺がね自信の表れ。その代わり半導体がね数万高くなると、こういう AD コンバーターがね性能が良くなりますと、周りの周辺機器もね性能を上げていかないといけないんでね、コスト面では不利ですけどね、やっぱり性能面ではねやっぱり表現しやすいですからね、フレックスレディオさんはね16ビットだとね明言されていると思います。中国につきましてはねフレックスレディオさんもね 100W なんですよ。で世界的には 100W をベースにリニアを入れて 1kg とかね 1.5 キロを出されていると。日本につきましてはねニアまで 200W まで認められていると。日本の各メーカーさんのフラッグシップ機っていうのは 200W 機を作るっていうのがね前例となってますからね、100だったら申し訳ないんですけどね、いやアイコムさんといえどもねやっぱり今までのね流れがあります。 200W 機で攻めてくるんじゃないかなと思っております。発表時期はこの前の動画でもご紹介しました。もうはっきり言いましてね、7月のカンハム、こちらの方ではね、基板を見せてくれると思います。多分展示した基板をね、そのまま持ち込んでね、見せてくれるんじゃないかなと思います。カンハム情報につきましてはね、昨年このように発表しております。1月のね、ハムフェア、こちらでね、製品の発表があるんじゃないかなと。こちらの方もね、毎年ね、速報を出しております。このタイミングでね、やっぱり発売時期と価格が出て、60周年にね、間に合わせる必要がありますからね、多分年内までに一気にね発売までこぎつけるんじゃないかなと思っております。型番の方なんですけどね、先々代が IC7800、 その後に IC7850、 大量生産のね機械の方には7851っていう名称を名乗っておりました。っていうことは IC7900 型番降ってくるんじゃないかなと。あとお値段の方もね100万円超えのね、やっぱ130万円クラスかな、下手したら140万って来るかもしれないんですけどね、やっぱり100万超えてこの辺をね推移するんじゃないかなと思っております。初回限定ということで600台はしんどいと思うんでね、100台ぐらいはねゴールドプレード付きのねなんかすごいモデル、各メーカーさんがねフラッグシップ機の発売当初に出すような流れでね、なんかゴールドのねプレートがねついてくるんじゃないかなと思います。当然ねアイコムさんやっぱり技術にもこだわりがあると思うんでね、技術書もね書籍として出るんじゃないかなと。実績的にもね IC7850-51 はねこのような書籍が販売されておりました。このようなね発表があるようでしたらね、ハムフェアアイコムさんのブース激込みがね想像できると思います。まとめの方させていただきます。アイコムさんのね
まあ、フラッグシップ機もね、ついに SDR 化されるんじゃないかなと。デジタル化しますとね、高性能化していくと。もうこれはね、デジカメの世界でもね、痛感してる方多いと思います。カメラはね、必ずレンズも成長していってるっていうんですか、光学機器につきましてもね、材質が良くなったり設計がね良くなったりしてだいぶ改善しておりますし、デジタル技術を使ってね、レンズの歪みとか色関係もね、デジタルで補正したりできるような時代にもなってます。カメラ本体もようなってるんですけどね、レンズ自身もね、いいレンズが増えてきてるのはね、間違いないと思います。ただアマチュア無線業界、無線機とね対比するものとしましたらね、アンテナなんですよ。このアンテナね、10年いや20年経ってもね、理論上はあまり成長してないと、もう余地がねあんまりないんじゃないかなと思います。お金だけでなかなか解決できないと。このようなすごい高性能の無線機ってね、アンテナが良くないとね、性能に差が出ないと。アンテナがね良くなればね、いろんなね横圧とかね、高変調を含めてね、いろんなものがやってきますからね、それだけねいい無線機が必要っていう論理が立つんですけどね、最近ねこのアンテナがね、なかなかいいアンテナ使ってる方が少ないですからね、無線機の性能がね出し切れない。まあここがねメーカーさんも辛いとこだと思います。こちらの動画でもご紹介したんですけどね、 IC7300FT7100、 7年以上でね年月の開きがあるんですよ。現行機種としてね7300が発売されている理由の一つがね、やっぱり操作面ではねほぼ完成の域に達していると。性能面では若干不利な点はねあると思うんですよ。 FT710 の方がハード的には間違いなく優秀なんですけどね、優秀であることをね差をつけるためのアンテナとなかなか巡り合わせてないんでね、実際の使い勝手のレベルではね性能の差がないっていうのがね正直なところだと思います。アマチュア無線の世界ってよく言われてると思うんですけどね、無線機だけではダメだと思うんですよ。アンテナとのバランスですよね。この2つのバランスがあってこそ成り立っていると思います。ただ最近ねこの流れが大きく変わっているのはね否定できないと思います。ぜひともねこのような情報を参考にしていただきながら、あくまでも今回の情報は妄想です。ぜひともねham.jp さんのホームページを見ていただいて、私以上にねもっと妄想していただければと思っております。最近 X の方もやっております。よろしくお願いいたします。おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。